はい、こんにちは、スクーキワカメと申します。それでは新テニスの王子様レッツゴーデイリーライフですね、続きをやっていきたいと思います。いよいよ紅白対抗戦としましては決着がつきまして、まあ後日談的な感じですかね。続きをやっていきましょう。手塚部長がいるんで多分白組の話だと思うんですけれどもですね、部長たちで何かを語り合う感じですね。完膚なきまでにやったんだろうな。お、あ、テニスやってますね。おれ、甘い球打ってんじゃねえぞ手塚。手塚くんと後部様がまあラリーをしていると。お前こそ疲れが見えているようだが、後部。ん、あの紅白戦の後にやったのかな。でも夕方になってましたよね。言うじゃねえの。これはいつテニスをしてるんだ。あの二人ずいぶん気合入った打ち合いしとるな。うん、よっぽどテニスやりたかったんだろうね。練習サーキットを終えてから休みなしのようですよ。はあ。手塚、後部、一度水分補給した方がいいんじゃないか。お、優しい。そうだな、思っていた以上に時間が経っていたようだ。どれだけラリーを。俺はまだまだいけるぜ。それこそ永遠でもな。うん、俺まだ20ゲーム前はいけるけど。まったく大したスタミナですね。まあ後部くんはね、もともとあのタイブレークが得意だったり、意外とね、あの泥臭いっていうとまた語弊があるんですけど、持久戦をね得意としてるんですよね。スタミナ言うたら、うん、昨日のスポーツマンガリデラックスは濃い内容やったな。あ、もう当日じゃなくて翌日の話ってことですね。ああ、30分とは思えないほど消耗したな。実に長い30分だったね。紅白戦に加え、わしと高校生の襲撃、風船を守るだけで精一杯だった。カイドウ君のことはじゃあみじんも意に介していない感じかな。おや、手塚くんでもそうだったんですか。ね、余裕はありそうだったけどね。どういう意味だ。ん、手塚くん余裕そうな顔してたやん。そうそう、せやからこっちも余裕ぶっとかなあかんと思って意識しとったんやで。みんな意識して余裕ぶってたの。そういう顔をしていたつもりはないが、もともとねクールな感じだから。確かに昨日はギリギリだったな。いつ風船を割られてもおかしくない状況だった。そんな弱音吐いてると、もし真田くんがここにいたらたるんどるって言われてるよ。そこを耐えて結果を出してみせるのが部長ってもんだろう。やっぱりまあ部長は部長なりにねあるんだな、いろいろ部員の、ましてや後輩たちがいる前で無様な姿は晒せねえからな。そんな部長たちを狙いに来る2年生だもんな。そうだな、全力の攻撃を全力でかわして笑ってみせる。なるほど、部長という立場にはそういうものが求められている気がするよ。大変ですね部長も。やっぱええとこ見せたいしな、部長として。まあそれもやっぱりあるんだろうな。何かを残したいという思いはあったかもしれないな。手塚くんはいいとこ見せたいっていうよりもやっぱり何か伝えたいっていう方が強いんでしょうね、真面目だから。まあそういった気持ちはわからなくもありませんがね。来てくんにもあるんだな。ここに比嘉の皆がいたとしたら、私も違った動きをしていたかもしれません。正直ヒヤヒヤする場面もあったで。うん、大っぴらには言えへんけど、まあ割かしねデッドアライブをさまよっていたとは思うよ。実は俺もだよ。終わりの合図が聞こえた時、正直に言うとホッとした。まあ、確かにね、雪村くんは最初から全員割られるかもみたいに言ってたけど、真田くんに言われてねあんな感じになってたんだと思うんで、意外と人間味あるな。後に続く奴らに、うん、それくらいのスリルは味わわせてもらわねえとな。はあ、みんなもっと強くなる、うかうかしてはいられないぞ。うん、桐原くんも言ってたけど、まあ昨日までのねみんなとは違いますから、日々進化してますからねみんな。あ、そんな言葉俺の辞書にはねえな。じゃあ新しい辞書を買いましょう。そうか、ではこれからも、うん、油断せずに行こう。締めましたね。
なるほどな、部長は部長でやっぱ大変だったんだな。どっちかっていうとね、後日談1日目ってようやくで、こんでようやくいろんなところに行けるようになった。マジか。ちょっと待ってよ、どこに行けば仁王くんに、種ヶ島さんとこにはいないな。ちょっとこっからはね、じゃあキャラを見て進めていきましょう。はあ、いないね。ちょっと待ってよ、いないね。ちょっと待ってよ、どこにもいない。こうなるとどうしよう。マジでどこ行こう。カイドウくん、フジくんもいないんだよな。でも一応真田くんとか出るし、こっち行こうかな。どうした？カイドウ、精が出るな。真田くんも走ってんのかな。ヤギュウくんも。真田さん、ヤギュウさん、チュアス。一人で走ってたん？今日も一人でロードワークですか？感心ですね。君らも一緒にどうだい？少し前からお前の後ろを走っていたのだ。あ、そうなの。ペースも乱さず集中して走り続ける様は見事だったぞ。全然気づかなかったんじゃない？ありがとうございます。お、よかったね。お褒めの言葉をいただいたよ。せっかく同じ道を走るのですし、しばらく私たちもご一緒しても？お、せっかくだから一緒に走れば？もちろんす。お、いいねいいね。なんか珍しい3人。何を話せばいいんだ。いや、真田さんに聞きたいことが。聞きたいこと？どうしたカイドウ、落ち着かない様子だな。俺の顔に何かついてるか？帽子がついてるよ。いえ、真田さんに質問があるんですけど、いいですか？カイドウ君から真田君に質問。なんだ？何？その、うん、人をまとめるにはどうしたらいいんでしょうか。あ、次期部長としてね、その辺がカイドウくん不安なんだな。そういえばカイドウくんは来年の声楽の部長なのでしたね、うん、それが質問の理由ですか。知っておきたいんだろうな、王者立会のこのまとめ方みたいな。はい、心構えや方法があるなら、うん、学びたいと思って。カイドウくんも真面目だからな。なるほど、だそうですよ真田君。答えて差し上げては。タルンドルって言えばみんなついてくる感じだからな。でも、うん、どんな感じなんでしょう。立会の真田さん、うん、雪村さんがいない間は部長の代役も担ってた人の話。そうなんだよね。きっと今後の参考になるに違いねえ。しっかり聞いておかねえと。しかし真田くんの口から出てきた言葉は、お前も雪村が病で入院していたことを知っているな、うん、意外と真面目に語りそうだな。はい、結構ね真田くんもなんかギャグ要因にされがちだけど、当時から雪村はすでにその実力はもちろん、うん、勝利へ対する姿勢からも立会を支えていた、うん、故にその不在は立会に大きな衝撃を与えた。まあ神の子がねいなくなっちゃだが、我らは王者立会、うん、勝つことこそが全てだ、うん、何があろうと負けることなど許されない。はい、なればこそ俺は己を律し厳しい修練を積み、はあ、周囲に勝つ姿を見せ続けることにしたんだ。なるほどね、真田君自身が強くあるってことか。そうやって周りを鼓舞したんすね。あ、結構参考になるな。そうだ、うん、そして同時に周囲へも厳しい特訓を課した。もちろんこれは反発もあったが、うん、なるほど。真田君自身が一番過酷な特訓をし結果を出しているのです。その声は
徐々に小さくなりましたね。何もやんないでね、ただあの下の人たちに厳しい特訓を強いていたら、それ反発もするけど、言ってる本人がね、より過酷なことをやってれば、あの人があんだけやってんだからってなるもんな。これが俺が雪村不在の立会を束ねてきた方法だ。参考になったか？いや、参考になりましたね。はい、ありがとうございました。よかったね、カイドウ君、聞いて。己にも他人にも厳しく、周囲の反発も抑えるほどの結果を出し続ける。俺に同じことができれば。でも時にはね、やっぱり優しくっていうのも必要だと思う。飴とムチじゃないけど、な、全くね同じことをしなくていいんだよ。カイドウ君はカイドウ君でいいと思うよ。人のまとめ方は人それぞれ異なりますよ、うん、カイドウ君。カイドウ君寝てんなよ。起きろ。起きた。ああ、俺の話はただの一例だ。うん。何が正解ということもないだろう。そうそう。これは立会のあくまでやり方であって、声楽には声楽 の、 あの不動峰には不動峰の、ね、やり方っていうのもあるから。この合宿には多くの人がいるのです、うん、いろんな人に話を聞いてみてはどうですか？それはいい機会だからね、みんなに聞いてみよう。そうっすね、ありがとうございます。うん、でもカイドウ君部長の声楽も見てみたいな。二人の言う通り、うん、機会があれば他の人の話も聞いてみよう。ああ、聞いてみよう。特に山吹は参考になるんじゃないかな。阿久津くん勝ってるわけだし。で、あ、選べなくなるキャラもいるな。で、ちょっと待ってよ。まあ、まだ時間あるんで行きましょう。仁王くん、どこ？いなくない？え、ちょっと待って待って待って。あ、文太くんのところで仁王くん出るな。真田くんとこでは出ない。大鳥くんところでも出ないし、知念くんところでも出ない。一箇所だけかな。あ、ぽいですね。じゃあ、仁王くんいるんで、文太くんとこ行きましょう。うまい。今日の飯も最高だぜ。ここの合宿所、すんごい豪華なご飯が出るんですよね。ここのレストランはビュッフェ式だし、好きなもんいっぱい食えていいっすよね。バランス悪くなんない？大丈夫？だろい。いいな。文太の場合は、うん、デザートが多くて嬉しいの間違いだろ。そんな山盛りにケーキを持ってきやがって。ね、でもあのスイーツ手作りで文太くん作りますから、よっぽど好きなんだろうな。ね、ニューオくん。ショートケーキに抹茶ケーキ、うん、ティラミス、フォンダンショコラにプディング。見てるこっちが胸焼けしそうじゃない。いや本当にね、どっちかっていうと辛党な僕からすると本当に胸焼けしそうだな。前から言おうと思っていたけど、うん、もっと栄養バランスを考えて食べないといけないよ、丸い。でもみんなそうじゃない？結構好きなものを取って食べてると思うけど。食事は体作りの基本なんだから。なるほど、わかってるって、雪村くん。あ、文太くんって雪村くんって呼ぶんだ。言いながらケーキを食べるのが何じゃ説得力がないの。さすがだな、マイペースですね。見慣れたとはいえ、よくあんな甘いもんばっか食えるよな。確かにね。うん、このオレンジピールいいアクセントになってるぜ。この使い方は面白いな。あ、参考になるね。じゃあ今度試してみてもいいかも。うん、久しぶりにケーキ作りしてみっかな。じゃあそれをジローちゃんに食べさせたりよ。マジっすか？その時は俺にも食べさせてくださいね。あ、桐原くんにもじゃあお裾分けしてありましょう。お、いいぜ。他の奴らも誘って試食会と行くか。じゃあまあ阿久津くんとジローちゃんしかいないでしょう。と、食い終わっちまった。おかわり行く？おかわり取ってくる。行こうぜ、ジャッカル。さすがですね。俺もかよ。まあ、食い足りなかったしいいけど。彼はどっちかっていうとラーメン食べたいんだろうな。ジャッカル、丸井がちゃんとケーキをよそいすぎないよう見ておいてね。監視って言おうとしましたね。雪村部長、今。うん。監視って言おうとしたの。間違いないの。
俺の言うこと聞くかは分からねえけど、一応注意はしとくわ。まあでも止めればさすがに止まるでしょう。ガキじゃねえんだから平気だっての、うん、じゃ行ってくるぜ。ガム噛みながら行くなよ。本当に大丈夫かな。わからん。いっぱいなんか山盛りで持ってきそうだけど。本人の言う通り子供じゃないんじゃ、うん、何があっても自己責任というもんじゃろう。っていうと本当に山盛り持ってくるぜ。でも今からあれじゃ将来病気にならないか心配だよ。糖尿病予備軍になっちゃうよね。よくわかんないですけど、丸い先輩なら平気ですって。きっと根拠がない。そういう赤屋も肉ばかりじゃなく野菜も食べるようにね。やっぱりバランス取れてないですね。ゲヤブヘビだな。ヤブヘビじゃったの気が合うね。ニオ君好感度は誰も上がんないな。でなんかミニゲームが全然来ないな。またここでニオ君いるんだったらとにかくストーキングしたいんだけど、ニオ君おります？あ、いない。立会はいるんだけどな。でここにもいない。あ、この先行けないのか。こっち阿久津くんがいて真田くんだな。で南くんがいて戦国くんか。え、どうしようかな。あれっていうか誰も選択できなくない？ここあれなんか変わった？バツでモアってなってる。モア、あ、次のページに行ったってだけか。え、そうしたらどうしようかな。あ、でもこの3人の会話はちょっと気になるな。行ってみましょう。よし、こんなもんか。何をやられてるんですか？何作ってんの？何を？それはフライか。フライ？ああ、その通りだ。何のフライ？フライ？ハエ？フライだと、ああそうか、エビフライとかのフライじゃなくてフライ。ハエじゃないが虫を模した毛針だな。毛針？フライフィッシングのフライだ。フライフィッシング。フライフィッシング。アトベは釣りをするのか？釣りをたしなまれるんですね。ああ、釣りといってもフライフィッシングだけだがな。俺様に似合ってるだろ。ああ、似合ってると思います。そうか、俺も渓流釣りを少しやる。そうだ、手塚くんもね、よくおじい様と釣り行ってるな。なんか、お、そうなのか。さすが手塚だな。気が合うね。ここ何がさすがなの？え、フライフィッシングも渓流釣りの一つだ。あ、そうなんだ。俺様はこのフライってやつが気に入ってな。もっぱらフライ専門だ。へえ。ほら見てみろ、これがフライ。毛針だ。毛針。へえ興味なさそうだね、リョーマくん。おお、ずいぶん持っているんだな。これは全部お前が作ったのか？手塚くんがなんかテニス以外のことでこんなに食いついてくんの初めて見るな。ああ、ちょっとしたものだろ。すごいね。正直驚いた。手先も器用なんだな。すごい、目もいいし手先も器用と。これが釣り針なんだ。すごいね。そうだ、こんなに美しいものが釣り針だなんて知らなきゃわからねえだろ。美しい形をしてるんだな。ただ魚を釣るという以上にデザイン性にこだわったフライも多いんだぜ。ほう、ふん、釣りをやらないから全然わかんないね、俺らね。貴様にはこの良さはわからないかもな。アジの開きとかあの形で泳いでんのかと思ってたもん、海の中。俺にはわかるぞ、アトベ。こういうものを見ていると胸が高鳴ってくる。好きなんだな釣り。そうだ、今度一緒に釣りに行かないか。マジで？ああ、いいな。行こう。何意気投合してんの？テニス漬けの毎日も充実しているが、ああ、たまには自然の中に身を置くのもトレーニングになるかもしれない。でも、あんま君らテニスやんないんだ、ゲームだと。釣りがテニスのトレーニングになるの？
釣りがなんかミニゲームで出てくんじゃないかってハラハラしてるよ今。自然の中に放り出されると人の感覚も研ぎ澄まされるからな。野生が蘇る感覚になることはあるぞ。なるほどね。じゃあアトベ君のインサイトとかもやっぱりその自然の中で強化されてってるってことなのかな。へえ、面白いじゃん。行くの？それなら俺も行くよ。マジか。よし、じゃあ次の休みは3人で釣りだ。その3人で行く釣りも見てみたいけどさ。マジか、ここ、こんな仲良かったので、まあ短いストーリーなんでまだ行こう。もうここしかないですね、合宿場内。はあ、龍馬くんとクラウザくん。ああ、カバジくんだからニオくんかと思ったんだけど違うな。どうしよう。でもあえてこの二人なんか英語で会話するんじゃない。ここ行ってみましょう。何？よし、クリア。まだまだだね。ゲームかなんかですかね。What's up? ん？あ、一緒にゲームをやってるわけじゃないのか。あ、クラウザ、ゲームだけど。英語では話さない。携帯ゲーム機、珍しいですね。クラウザ君やったことないのか。まあね、せっかく借りたからいい暇つぶしにはなるかと思って。誰に借りたんだ。シューティングゲームですか。シューティング、そう、単純なゲームだから操作は簡単。ミニゲーム来ない？よし、このステージもクリアっと。弾幕でやってんのかな、龍馬くん。グレイト、反射神経がいいからですね。ラクラクとクリア。東方か？これくらい大したことないよ。クラウザもやってみる。ミニゲーム来ないよね。いいんですか？ぜひお願いします。え？はい、どうぞ。優しいな。 Thanks。このボタンを。クラウザ君ゲームできる？大丈夫？この十字キーで方向を定めて、うん、A ボタンで打つ。それだけ。方向を定めてって言ってるから別に東方ではなさそうだな。なるほど、うん、やってみます。クロスで狙いを定めて。オプス。あ、やられた。今のはちょっと遅かったかもね。慣れればいけるよ。失敗したね。ではもう一度、このクロスで。オプス、ダメか。あれ、クラウザってゲーム苦手？あんまやんないんじゃない？そういうわけではありません、うん、このクロスを見ていると。何？貼り付け思い出してんじゃないでしょうね。ああ、十字キーね。うん、何やら今すぐテニスをやりたくなってしまうのです。そしてあの技を。桐原くんのトラウマを呼び起こすのはやめなさい。それってもしかしなくてもサザンクロス。うん、十字架完成したって言ってたからね前。 Yes。 やばいよな。わかるかも。でもあの高校生のあのロボ、あの人はテニスに逆転ホームランはねえって言って戻ってきたからな。俺もテニスボール見たら追いかけたくなるし、うん、はあ。ラケットを見たら素振りしたくなります。まあ職業病みたいなもんですかね。それ。なるほどな。というわけで龍馬、あ、テニスやんの？今から相手してくれませんか？ Let's play tennis。 やる？いいよ、やろうか。で、終わっちゃうんじゃないの？テニスをやろうよ。テニスシーンが、あ、後日談2日目ですね今度。オッケー、あ、ニオくんがいるっていうところでね、結構いい時間になってるんで、じゃあ今回このぐらいにして、次回この後日談2日目を進めていきたいと思います。というわけで、ここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。